すずめの戸締まりを勤労でやっているらしいのですが、なんと私現在テレビが使えないという状況に陥っておりまして、見れません。面白すぎる。Tさん、クマ、あら、クマちゃん鍋さっき投稿した、ありがとう。おにぎりだね。さみきさんもめっちゃこの笑顔ありがとう。そう、残念です、本当に。なんでテレビが見れないのかというとですね、引っ越しをするために、なんと、あら、ポータイラキチイチゴが出てきた、ありがとう。なにこれ、かわいい。なんかかわいいイチゴが出てきたって感じのやつ、初めて見る新入りギフト。なんだっけ、あ、そう、なんでテレビが今見れないのかと言いますとですね、引っ越しをするためにですね、テレビが使えない状況です。はい、びっくり。びっくりですね。はい、あ、そういえばってなりましたもんね。あー、昨日見ようと思ってたら、あれ、あ、そういえばって思いましたね。はい、あ、自己主するからテレビ見えないじゃんって思いまして、悲しい。そう、 TVer も見れない、 Wi-Fi がなぜならこの家には今なくてですね、見れないんですよね。はーい、あ、 TVer のリアルタイム配信なかった、そうなんだ、 TVer には映さない番組もあるんですね、初めて知りました、それは。そう、ちょっと残念なんですけど、まあ、すずめの戸締まりはね、ちゃんと見に行ったので、映画館で。ミーヒンと一緒に行きましたね。まあ、なので、ちゃんと見てはいます。ちゃんと見てはいました。本当は会いたかったんですけど、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。今からあの X 投稿してもいいですか？あの一瞬で戻ってくるので、あの皆さんも一瞬だけ X に行っていってください。わかりました？ X に今一瞬で行ってくるので、皆さんも一瞬で行って、で、まあ、いいねとか、リツイートとか、引用リツイートとか、コメントとかして、また戻ってきてください。はい。では、よーい、ドン。ただいまー。こんばんはー。ただいま、戻りましたー。こんばんはー。早かった。そう、 X にポストしたの見れたかな。見れた、見えた、見えた。うん、メッセージ考えて送るぞーって、嬉しい、メッセージ送ったよーって、ありがとう。なんとですね、あの卒業コンサートが4月20日に、私の卒業コンサートがね、行われるんですけれども、
演出とか映像とかも私が全てプロデュース全てね一生懸命考えておりまして、もう力をに力を入れまくっておりますのですが、今回ねその映像関係でファンの皆さんからもらったメッセージをこう映像で映したいなと思いまして、なのであら早速調整ついたので参ります。嬉しいです、お待ちしております。そうなので今回そのメッセージの募集をなんと今日から開始しました。あ、長文化でございます。はい、その映像にしてもらうので、あのなるべくね早く送ってくださると嬉しいということで、まあ一応4月14日までが受け付けておりますし、その4月14日までに送られたメッセージ、私はちゃんと宛名もねこうもらえて、メッセージももらってじっくり見てから卒業コンサートのステージに立ちたいと思っていますので、そう14日までに送っていただけたらいいんですけど、まあなるべく早めに送っていただけると助かります。はい、そうどういうイメージで書いたらいいかな。なんかその卒業コンサートの映像に使われますので、その今までのなんだろう、ひなちゃんへのこうなんだろうな、伝えたい思いとかなんだこう伝えきれてない思いを、めちゃめちゃ短文でもいいです。ひなちゃんならこの先も大丈夫だみたいな頑張ってみたいなのでもいいですし、はい、なんか本当に考えすぎないで送っていただけたらいいなと思います。うん、お誕生日席で行くよってすごく嬉しい。誕生日席はねいっぱい特典もありますからね、お待ちしております。なんか本当に短文でも大丈夫なので、メッセージはそうこう卒業コンサートを作るっていうことでいろいろ考えたんですけど、なんかファンの皆さんと一緒に作る卒業コンサートにしたいなっていうので、まあもちろんね会いに来てくれた皆さん、見てくれている皆さんでがいるからこそのコンサートなので、もう見ていただいてね来ていただいたらもうそれで一緒に作っているコンサートにはなるんですけど、でもやっぱりもうちょっとねこうなんかあの皆さんと一緒に作ったコンサートにしたいなっていう思いで、どういうことができるかなって思った時に、あ、なんかみんなからのメッセージを募集して、それを私がこう読んでステージに立つっていうのもそうだし、それをこう演出として映像に映し出したらもっとみんなと一緒に作ったコンサートになるなと思って、そう急遽ですがお願いいたしましてそうメッセージ募集しておりますので、ぜひぜひ卒業コンサートね会いに来れない方もなんかこうメッセージで、卒業コンサートに映像としてこう参加していただいてそうやっぱ広島なのでなかなか都合が合わず来れない方もいると思うので、その
そういう方もこう映像として一緒に参加していただけたらいいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひ送ってくださーい。そう、なんかほんと最近思いついた思いついた映像の演出だったので、ちょっとはい、募集期間は短めなんですけれども、短文でもいいので、はい、届けるっていう、ひなちゃんに届けるっていうのと、その一緒にコンサート作るっていうことが大事だと思うので、なのでぜひぜひお待ちしておりますね。うん、そんな感じ。そう、卒業コンサートはね、本当に私のこのアイドル人生、いや人生で最も頑張っていると言っても過言ではない。わっ、エティさんエビフライありがとう。あれ、あれなんか一応じゃなかったっけ、なんかすごいエビフライが出てきたけど、もぐもぐ、本当に人生で一番考えて、人生で一番頑張っておりますので、絶対に見に来てほしいですね。うん、もう見れ来れないよっていう人がいるのも分かるんですけれども、絶対に見に来てほしい。分かるけど絶対に見に来た方がいい。うん、絶対に見に来てほしいっていう気持ちでおります。行くよー、待ってるよー。うーん、なんとしても、本当になんとしても生きて。うーん、待ってるよー。うんうん、そう、みんなからのメッセージを読むのもすごい楽しみ。みんなのね、言葉をもらってから立つステージと、うん、こうもらわず立つステージとではなんかパワーが倍ぐらい違うだろうなってすごい思うので、みんなのねメッセージを募集したやつ見て、力を倍にしてステージ最後卒業コンサート立ちたいなって思いますので、無敵になってください。本当にアンパンマンのさ、元気100倍じゃなくて、なんか元気1000倍みたいなやつあるじゃん。もうあの状況。元気1000倍アンパンマンみたいな状況で私はちょっとステージに立ちたいなと思いますので、ぜひとも私の個人ファンクラブの応募フォームからメッセージは送れますので、今日 X にもインスタのストーリーにも載せたんですけど、ぜひぜひそこからメッセージ、えいってえいってやってください。はい、うつ病、うつ病。そう、ファンクラブにしかねちょっと募集ができなかったんですけど、まあ個人ファンクラブに入っている人はみんな
ひやちゃんのことを LOVE ラブなので、そんなラブのみんなからねもらうメッセージの方がすごい嬉しいのでLOVE なので私も、はい。あ、しかもなんか抽選で6名様かなに、私のファンクラブのイベント、ファンミーティングイベント、東京でなんか撮った時期が当たるみたいです。びっくりびっくり、なんだってなんだってって感じなんですけど、そのメッセージを送った方抽選で6名様にチキプレゼントがあるみたいなのって、ちょっと絶対にゲットしてもらって選ばれた、選ばれし6名しかちょっともらえないですけどね、ちょっと最後の運試しやんな。うん、そう、実はチキ取ってたんだね。そうなの、なんか取ってたんだけど、何のやつだろうと思いながら撮ってたんですよまあでもファンミーティング来た人になんか当たるんかなみたいな思いながら撮ったやつが、なんとこんなところでゲットできるとは。そう私もびっくりそうなの。うん。なのでぜひとも、うん、ファンクラブ会員の皆様にはもう卒業コンサートの映像でも使われるし、私にも読まれるメッセージを送って、うん、短文でもいいのでね、本当に考えすぎないで送っていただいてチェキも抽選で当たるかもしれないので、うん、運試しとしても、はい、やってもらってかわいい、チェキおいしい、かわいい、かわいいでしょ、チェキかわいいのでね、ぜひなんか ST4 ってデートとしてラストチェキなんじゃないかなと思ってますんで、そう、ゲットしてな、応募メッセージ送ってな。うん、ルイさんお疲れ、ありがとう。よしよし、ママピを見に来るよ。卒コンはね、いっぱい私のなんか家族知人たくさん見に来てくれます。はい、そう、親族、そう親族見に来ていただけますって。メッセージは全部使われるの？なんか本当に大量のメッセージが来たら難しいかもしれませんけれども、大体は多分早めに、送ってくださった方順になると思うので、そうなると、めちゃめちゃ大量に来てたら早めに送った方が選ばれている可能性が大きいですね。うん、そう、まあでもひなちゃんには届くのでそうそうそう、あんま気にしないでくださいね。
なんか本当にいっぱい来てくれるらしい。うん、嬉しいね。これからの元気にしてな。ありがとや。みんなからもらったメッセージはこれからのひなちゃんにきっとパワーになるでしょう。ひなちゃんの聖一大の晴れ舞台を素敵なメッセージで飾ろうって嬉しい。ぜひぜひお願いいたします。待ってるね。なんか一気に喋りすぎた。ヤギになってなかった今私。明日早い感じ。まあまあ早いですよ。だって明日昼夜あるもんね。公演、ラストチャートリーとラストミーヒントをしてきます明日は。びっくり。ちょっと信じられないんですけど、配信が終わったらちゃんと自主練をしてから、明日に挑みます。寂しいね。昼夜行くよーって待ってるよー。昼も夜も、お待ちしております。ほんと真面目なとこ好き。頑張るよ。自主練は大事。大事。初の最善で見守りますって。マジかマジか。楽しみだねそれは。神戸の翌日広島公演で体力大丈夫。でもなんかもう体力お化けみたいなところはあるから大丈夫です。実は体力お化けみたいなところあるんで、なんかこう見えても私意外とアイドルを7年間やってきたので体力はあります。そう、なんかね、ほんと忙しいっていうことに慣れているので大丈夫よ。どうしても忙しいからね、このお仕事をしているととんでもない時間に起きて、とんでもない時間までお仕事することなんてよくあるので。忙しいのしょうがないので、大丈夫でございます。10枚目もそうなの。もう来週ってあっという間だよ。何事もあっという間に来るからびっくりしちゃう私。みたいな。本当にあっという間だよね毎日が。頑張るよ。だって明日の公演したらもうチャートリーもうしないし、
民賓と一緒に公園出ないんだと思ったらすごいなんかあっという間なんだよな、あれみたいな。あれなんかさ、この間まで私民賓と一緒になんか卒業どのタイミングでしようかなってお話してたのにこの間までついこの間までなんかどのタイミングで卒業しようかなって話してたのにな、昨日のことのようにまだ思い出せるのに私はどういうことみたいな、本当にあっという間ですな。うんうん、そう、泣けちゃうよ本当に。さすがに明日は号泣ひなちゃんでも許してね。さすがに許してね。もう本当に想像するだけでちょっと涙が出そうなぐらいよ。あーちゃん疲れ、ありがとう。よしよし。そう、私ってあんまり泣かないんですよ、なんか。あんまり泣かないようにしてるんですよ、っていうか。だってなんか卒業ってすごい本人からしたら、ね、おめでとうなことだし、そう。ね。なんで言ったらいいんだろう。まあ、残される身としてはとても寂しいですけれども。笑顔で送り出したいなって思うし、本人が、決めたことをこう尊重してあげたいなっていうのをそう思うので、なのであんま泣かないようにしてるんですけど、泣いちゃいそう。さすがに明日はボロ泣きかもしれない。そう。明日盛大に泣いてあげるのか。まあその考えもあるけど、なるべくね、泣かないでね、起きたいっていう気持ちもあります。おめでとうってね、笑顔で見送ってあげたい気持ちもあります。明日はね、みんなの思いをこう民賓にぶつけていきましょう。うん、大事。思いをぶつけてやってください。本当に名品にはたくさん。たくさん思い出がありますし、助けてもらったし、楽しかったなって、
その活動を通して楽しかったなって思えたの、ミヒの存在もあったからなので、ありがとうをね、いっぱい伝えていきたいなって思いますね。まあこれから先はその STU じゃなくても岩石ではあるのでそう、 STU じゃなくてもあのその岩石としては、一緒にやっていきたいって思います。そう、岩石はずっと岩石、本当にそう。岩石はずっと岩石なんで。悲しくないことはないんですけれども、悲しいけど普通に普通に悲しいけど、まあでも見送りましょう。はい、ねえ、タイミングも一緒だったのは本当にびっくり。なんかずっと一緒に話しててさ、卒業のこと、なんかミーヒーの方がきっと先なんだろうなっていうの思ってたんだけど、まさかの一緒ぐらいの時期になるのはね、びっくりですけれど、それもまた運命。青と山もちろん会いに行けるけど、行けば日常で会えたのがなくなるのが寂しい。そうなの、すごい寂しい。やっぱこの STU でおれば本当に毎日のように会えるからさ、メンバーとすごい。だって3日ぐらい会えなかっただけで、え、久しぶりってなるもんね。え、なんか久しぶりじゃないって、みたいな感じになるぐらいだから、じゃあミヒ毎日会おうかな、ミヒと元気元気よ。まあ独占、本当に独占、独占、まるで彼氏のように束縛してやろうか。今日は髪の毛くるくるなんですよ、くるくるマン。ちなみにこのピンクカーディガンは初出しなんですけど、ツインテールとか似合いそうなカーディガンですね。これは巻き下ろしより、ゴムがないな、ちょっとこれはないですね。ゴムあったらついてるにしてるんですけど、
まゆたまぴよ岩石どれも最高で大切な子、本当に私の相方ちゃんたちは本当に可愛いし、本当に優しいし、本当に大好きです。うん、さすがにね、さすがにもうおばあちゃんになっても多分仲良し。うん。どうしようみたいな、おばあちゃんになっちゃったねーって、どうしようねーってなっても多分仲良し。うん、そう、なんか本当に私ってすっごい信じられないぐらいの陰キャだったので、こうやってなんか仲良しみたいな人が本当にねできたっていうことは幸せというか、なんか信じられないんですよ、本当に。本当信じられない、本当嬉しい。うん、うん、そう、だからみんなと出会えたことは本当に良かった。うん、ねえ、みんなも、うん、出会えてよかったし、メンバーにも出会えてよかったし、出会えてよかった人がいっぱいいるから、まあもう最終的に私は本当に STU 慣れてよかったなって思います。本当に。うん、それにしても美人だなって。明日髪型どうしようかな。超悩むな明日髪型。めっちゃ悩む。そろそろ、まあ、ちゃんとりは、まあベレー帽をつけたいかもな、迷うな。ちょっと今クラゲヘアで考えております。こういうやつ、クラゲヘア、なんかこの丸となんかこうピロピロみたいなやつね。クラゲさんかな、ツインテールでもいいんだよな。いや、ツインテールじゃないな、ポニー、ハーフツインとかの方がまだいいかもな。うん、クラゲさんかハーフツインです。なんとなく。
やー確かにね、そうなんや。ラストチャートではツインテールがいいかもって思ったんですけど、でもそのですね、やはりチャートリーに私はとある曲でネタバレ防止のため絶対みんな知っとるけど、とある曲で帽子をかぶってるんですよ。まあ最初もなんかベレー帽かぶってるんですよね。だからあんまりツインテールの高さが出せないという、まあこんぐらいのツインテール、うん、ちょっと低めツインになるので、まあそうなるとまあハーフツインの方がいいんじゃないかな。まあそれがクラゲさんお団子にして、なんかもう一個こっちもお団子にしてツイン団子みたいなやつなんですよな。そう、いや本当にベレー帽とハットの横にこうツイン用の穴が開いてたら、まあこの辺でねピョーンってテールできるんですけど、お団子もそう、お団子もまあこのこの辺かな。クラゲさん、いや実はチャートリのあのチャーミングスリップ公演の最初の衣装はベレー帽じゃなくてカチューシャもあるんですけど、ダモダモあ、なんも豆吉かもしれんつぶ吉豆吉かもしれんけど、でもあのハットをかぶることは絶対なので、そうなるともうなんかもうなんか難しいんですよね。チャートリ公演いつもハットにちょっとツイン用の穴を開けておくべきだったかも。まあハーフツインかツイン団子かでチャートリは出たいと思います。なので私卒業コンサートも卒業公演もあるんで、まあツインはねそっちにね取っておければねいいんでね。そうとか言って全然違う髪型したりするかもしんけど、まあ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 、次はまたやれます。ハーフツインが印象的に見えにそう。そうね、だから鼻垂れがツインバンクになってるかもしれない、かもしれないかもかもって感じ。なんかやっぱ気分によって変わる時あるんで、ハットない、花どれはハットないかな。あつぴよ、
確かにアイドルじゃないと難しい髪型一通りやりたい確かにすぎる難しいもんね。さすがにこんなキュルキュルなやつはできんみたいなのをやっときたいね。うんうん、バンバンやっていきます。毎日ツインテールしようかな、じゃあエブリデイツインテールしとこうかな。でもツインテールってできるか、別にやめた後もね、別によくない？ツインテールって許されんのかな ツインテールぐらいいいよね、アイドルじゃなくても。あー確かに高めツインテールはできないか。まああんまり普通にあんまり高めツインテールはやらないのだけれども、やっぱなんか耳横くらいのツインテールがね、なんかひな的可愛いポジションのもやっぱこの辺なので、そのこの辺ってなるとなんかちょっとはいはいって感じツインテールがなんかはいって感じになるので、なんかちょっと可愛いぐらいの高さが、良くて。うん。うんうんうん。高めだけはちょっとね。アイドルのうちだな。あと、凝ってる髪型とかね、なんかこう、まとめ髪みたいな。編み込みをこうバーって入ったやつとか、あれも絶対自分じゃできんから、うん、もうなんか結婚式のやつ行くみたいな予定がないとやらんやろうからそれって金ショートにすることはないんだね。そうだね、しばらくないかも。そのショート欲が1年前ぐらいにもう解消されたので、なかなか起きないかもな。そうだね、私1年前に本当何年ぶりってぐらいにショートにしたんよ。まあショートって言ってもボブぐらいなんですけど、ボブって感じの長さだったんですけどそれが何年ぶりだったんだろう本当に。6年ぶり初期ぶりな気がするんだよな。だから本当に、だからここを6年間ぐらいはロングで言うと思いますあと5年ぐらいはロングでいる。うん、で5年後に多分またショートにしたい欲が突然現れると思うんですよね、ボブに。うん、
そう、ほんと私ってば秋性なのでそう、基本は自分はロングが似合うと思ってるんですよ。やっぱりなんかひなちゃんなんてものはとてもゆるふわな生き物なのため、まあロングが似合うんだろうなって、なんか服の感じ的にもなんかもうこういうプリプリなのとかが好きなので、まあロングが似合うんだろうな、なん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 ロングが似合うんだろうなって思うんですけど、やっぱ6年ぐらいロングでいるとあーボブにしたいってなるのでそうなったら切っちゃうと思いますけど、あら明日行きますって待ってます。そう、アレンジしやすいの、ロングだと。ボブだと何もできん。もう常にストレート内巻きか外跳ねかみたいなの、もうどっちかみたいな常にそれだから、またすぐボブに飽きるんですよね。先入りして花見楽しいんだのって、いいなぁ、ひなたもお花見行きたい。もう今日こんな桜ピンクみたいなカーディガン着てるのに、私は未だにお花見できておりません。今年はまだ一度も桜を見ていないいやー、いやまだ桜見てないよ。会社の前めっちゃ桜咲いてるって、見たい。もうお花見、連日お花見してる、いいな。なんかその帰り道に桜があるとかがないので、全く本当につらいちゃんと歩いて行かないと見れないので、ちょっと、そろそろお散歩したい、お花見の。でもちょっと忙しい。いつ見れることになるやら。まあでもさすがに明日神戸行くし、なんかタクシーの中でちらっと桜を見れそう、初のいつもさ、私初のお花見タクシーの中なんだよね。あーみたいな、あ桜みたいなの、いつもタクシーの中毎年移動中初桜を見ている。宿場の横が公園が県内有数の桜スポットだから、この時期好き、いいよな。宿場のそのそういう近くにあったらさ、絶対見れるから羨ましいんだよな。新幹線でも見れそう。新幹線は私爆睡させていただくので、ちょっとシャーって寝てるんだし、新幹線は、ね、みんなもう見たんだね、いいな。まだひなと一緒で見てないって人いないの？お花見まだだよって人いない？もしかしてみんな見てるってこと？毎日見てますだと羨ましいぜ。
桜一番好きな花になりそうな勢いで好き。めっちゃ好き。え、花見はまだだけど今日桜スイーツ食べたって。いいね。私はスタバのあの桜のなんかフラペチーノの時に初桜しました。初桜を食べる方の初桜。ブロッサム、キュアブロッサムを思い出してしまう。ハートキャッチポリキュア、ちょっと新メニュー出てんのか気になるな。でも私はもうダイエット期間中なので、あのカフェには立ち寄らないっていうことを心に決めているんですけど、今日はあのリンゴ飴しか売ってないところに立ち寄ってあのリンゴ飴を食べました。はい、リンゴ飴は OK と思って私の中の私の中のダイエットで、あ、果物は OK みたいなところがあって、うん、しかもリンゴってめっちゃカロリー低いんですよ、その果物界の中でも。だから、あー、じゃあ行こうってことでリンゴ飴を今日食べて、そしてなんか明日明後日公演なのもあって、そうなんか公演したら絶対に1キロ減るんでどんだけ消費するって思うんじゃないですか。でも本当に公演したら1キロ減るんですよ。びっくりですよね。なのでそう、昼夜したらだいたい1キロ減るんですけど、まあリンゴ飴食べていいかっていう判断に至りました。びっくりしちゃう、いつも。でもダイエットを始めてから今 0.8g 減りまして、で明日1キロ減る予定なのでマイナス 1.8 になりますね明日で。おそらく、うん、そう、順調、順調です。私の中で10日にはまあ絶対に2キロ落としていいよっていうのがあって、で本番までには絶対にマイナス3キロ落としていいよっていうのがあるので、もう完璧な、うん完璧な感じ、うん、今の感じでいくと私はもう完璧にマイナス3キロ卒業コンサートで落としているという状況です。はい、ほんと大変ほんと大変。まあ本当はね、もっと頑張ったらよかったですけどねもっと頑張ったらよかったかもしれないんですけど、
頑張ってるよって、ありがとう。そうです、やらせていただきます。さて、そろそろ配信を終えていこうかな。今日洗濯大丈夫？大丈夫。昨日洗濯したばっかり。昨日夜中眠、なんかそんな眠たくなかったけど昨日は。全然普通に洗濯しました昨日は。はい、エサホイザ、エサホイザって洗濯したんで大丈夫。今からスズメの戸締まり見ても、今何のシーンなんやろ、気になるな。クライマックス？もうクライマックスか？エサホイザしてるの想像したら可愛くて泣けた。もうほんと洗濯はエサホイザですよ。そう、こうハンガーにこうかけないといけないんですけど、なんか私身長ほんとちっちゃくて、もうほんとにあーいーよいしょーってかけないとダメなんで、ほんとなんかつらい。あと5センチあったらなーってほんとに思います。もう洗濯はマスターしたね。あ、でもその昨日の洗濯、あの柔軟剤のところに普通にあの洗剤をなんかちょっと入れてしまいました。なんかちょっと入れて気づきました。あ、やばいやばいやばい。やってしまったかなと思って。ちょっと入っちゃったけど大丈夫かな。もうでも取り出せんやなこれ、どう考えてもって思って、あのもういいやってなりました。はい、もういいやと思って、あの柔軟剤混ぜときました。まあいいか。いやいや、まあ、ちょっと入れたいけど、まあいいか、柔軟剤入れちゃおうと思ってやったんですけど、まあ大丈夫でした。はい。救い出すの無理、ほんと救い出すの無理でしたね。あーって感じでした。流れていっちゃった。あーって言いながら流れていくのを見ました。まあ時々あるあるあるなんや、やっぱ洗濯あるあるをじゃあちょっと経験しました昨日。そう、なんかあんまり考えてなかった。ダメだよね、ちゃんとしっかり考えてやんないと。反省反省。反省しないとね。すごい、自動投入のやつとかあるんだ。あれなんか空っぽになっ
から入れるみたいな感じなのかな。私はでもなんかもう一番その家事しててむずって思ったのが、ゴミ出しですね。うん、ゴミ出しは本当にむずい。うん、あれみたいな、次出すのいつになるんだろうみたいな本当に、うん、そう、あ、そろそろ出したいかもって思った時には、なんか私そのね、お仕事やってるからさ、東京にいたりするのもあって、あ、ちょっと待って、この期間私東京にいるでしょ、そしたら、あ、可燃ゴミが出せない、あ、待って待って終わったんだっていうのをちょっと思いましたね最近あ、待って待ってみたいな、東京いるわみたいなって、どうしようかな、まあなんとかなるかって思いながら、はい、ゴミ出しが一番難しいですね。なんか、あ、そう、いつでもなんかゴミ出し OK のとこがいい、その分別しとけば OK みたいな回ると燃えないよ、こうどっちもあるやつみたいな、いつでもそれ出していいやつみたいな、ね、難しいね。うん、まあなんとかなんとかなんとかなりますけど、うん、難しいそう。ねえ、ゴミ出しが一番大変かも。うん、なんか洗濯とその料理はなんかそんなに苦じゃない。うん、なので、あの、私のあの旦那さんになりたいよーっていう方は、あの、ぜひゴミ出しをやっていただけたらいいかな。うん、あ、でも洗濯のそのハンガーにかけるっていうところはちょっと身長の問題で大変なので、あの、洗濯ハンガーにかけるということ、そしてゴミを出すということもぜひあのやっていただいてそれ以外はあのやるんで、こっちで。うん、あー、でも掃除もやってほしいですね。私はなんか掃除するの本当に、あの、掃除機かけるの本当にめんどくさがり屋さんなので掃除機かけるの本当にめんどくさいの、うん、びっくりしちゃうぐらい掃除機ってめんどくさい。うん、うん、そう、だから掃除機、洗濯物干す、え、ゴミ出し、その3点でちょっとお願いいたしますルンバあの、ルンバはなんか信用しきれないところもあるのでちゃんとあの人の目でこう、なんかもう隅から隅まで人の目でやっていただきたいみたいな謎の A 型のこだわりがあるのでそう、私やるって決めたら徹底的にやってほしいタイプなので、うん、そういうとこ A 型なの
アジアンズの A 型です。あ、嬉しい。そういうとこね、いいよね。とか言って。まあ B 型でもやる人いっぱいいるだろうけど。うん、何型でも O 型でもいっぱい、絶対徹底的にやるっていう人いると思うけど。ね。あるよね、なんかね。でも私多分 O が入りまくった A なので、そう、O が入りまくった A なので、本気を出すまではめちゃめちゃあの汚い状況のことありますよ。そう、うん、なんか家に人が来るとかそういうイベントをやらないと掃除機かけようって思えない。本当に、うん、うん、人呼ばないとまずいぞ。来るとなれば徹底的にやる。本当にそれめっちゃわかる。人来るってなったらもう信じられないくらい掃除するよね。あっちもこっちもそっちもどっちもみたいな、うおーって掃除しちゃうんだよね。うん、うんうん、人来るまではちょっと掃除機毎日かけてるよって。でもそういう人いるんだよね、すごいって思います。本当に掃除機だけはかけれない、毎日。うん、いや本当よ、私ずっと人呼ばないと本当に家の中大変なことになると思う。うん、まあ昨日なんかメンタルがやられてて、そしてなんか私コンビニに行ってなんか信じられないぐらい大量にお菓子を買って、でめっちゃなんか買って満足したんだよね。だからなんかストックにお菓子あるんですけど食べません。うん、初めて私メンタルがやられて、あのお菓子大量に買ったの初めて私。あれもこれもお菓子買ってやって、えみたいな。すごい今日なんか私昨日のこと思い出して、なんかお菓子が入ってるなんかあるんですけど、棚が、そこを開けたらなんかお菓子がいっぱい入ってて、いやでもダイエット中だから食べないけど、なんで買ったんやろっていうのが今日虚無モードになってました。今日びっくり、うん、あれは食べたけど、なんか 70% カカオのなんかローソンさんに売ってあるさ、なんかあるんよ、めっちゃパキパキのチョコレート、パキパキって食べれるあの丸いやつ、デート中にお世話になるやつ。それは食べたんやけど昨日、なんかもうチョコ食べないとやっていけないと思ったから精神が。
パキパキって食べてたんですけど、なんか恐怖と思い出して、なんか私これ以外になんでこんないっぱい買ったんやろって思いましたね。何個買ったんやろ、見たくないもんね、もうね。チョコ食べなんてやっていけないよ。チョコ食べなんてやっていけないよね。めっちゃわかる。私も失恋ショコラティエのあのサイコさん気分だった。完全にパキパキってパキパキって泣きしながらチョコを食べる感覚、完全にサイコさんだった。もう完全にチョコレートから頑張る活力を得ていた。うん、いいもなんか駄菓子を爆買い駄菓子爆買いもね、多分ねその時のひなちゃん慣れしてたと思う、本当に。うん、ちょっと本当にね、本当物欲なんかね、いろんな欲があったんだろうな。今日なんかこんなに精神が安定しててよかった。たまに3日間ぐらい病むはない？たまに3日間ぐらいめっちゃ病まない、ほんとに。なんかズーンって、今日なんかすごい安定しててよかったわ。うん、うん、なんかなんとかなる精神になれてよかった。ほんとさ、メンタル安定してない時大体私なんとかならないと思ってるんだよ。うん、もう私は何もできないんだみたいな、なんとかならないんだみたいな思ってたんだけど、昨日本当に思ってた。もう私何もできないんだ、もうなんとかならないってめっちゃ思ってた昨日。うん、信じられんくらい思ってたわ。うん、今なんかすごいなんとかなる感じになっちゃったけど、こんなにも。うん、ねえ、基本なんとかなると思ってるけど、沈んでる時無理ってなるね。めっちゃわかる。そう、岩田プロですか。まあ、私はプロのアイドルさんなので、その、絶対になんとかさせるんですけれども、絶対なんとかさせますけれども、そういうのも本当になんとかならないって思う時があって、うん。なんとかなりました。うん。なんとかなる、本当に、うん。まだなんとかなってない案件はあるんですけれども、なんかもうほんとなんとかなるみたいな精神に今持ってこれたんで、なんか昨日のほんとどん底から這い上がれたんで、今日は元気です。なので、うん、よかった。これもう多分3日ぐらい続いとったら完全に終わっていたので、よかったっす。うん、でもみんなが多分昨日いっぱい励ましてくれたからだろうな。昨日ショーラブしてたみんながいっぱい励ましてくれてたからなんとかなったんだろうな。うんうん、ってすごい思うので、みんなには感謝、ありがとう。うんうん、ありがとうやで。うん、昨日 NSS めっちゃ大好きで伝えられました。
本当にみんなの好きと応援してるがもう本当に心の支え。感謝です。耐えられることも嬉しい。本当いっぱい頼っちゃうからね。また私がもう何もできない、なんとかならないんだって言ってたら、いっぱい好きと応援してるよう送ってください。頑張って、命が一番偉い。いやん、応援してるみんなが一番偉いです、私を。そうだね、みんなの声を聞くのが一番私は頑張れるから、うん、助かる、助かります。また昨日みたいにならないと思うけど、うん、ならないと思うけど、多分大丈夫だと思うけど。そう、なっとったらね、言って言って。なんても大丈夫、みんながいるからって。うーん。嬉しい、ありがとうね。よし、じゃあちょっと明日があるので、明後日もあるし、今日は配信を置いていきまーす。13位、ザキーさん、ザキーさんのことが好きだそう。12位、ひらぴよさん、ひらぴよさんのことが好きだそう。11位、うずしおさん、うずしおさんのことが好きだそう。10位、ゼトワンさん、ゼトワンさんの歌が好きなさん。9位、ハクちゃん、疾風の貴公子、ハクちゃんのことが好きなさん。8位、2114さん、2114さんのことが好きなさん。7位、ポンタさん、今日も配信ありがとう、負けずにダイエット頑張る。いや、ヒノの方が負けんから。いや、ファンの人はね、ヒロのファンの人はいっぱい食べて、いっぱい幸せを感じててほしいと思うよ。うん。太らせる。6位、はなちゃん、大好きなさ。5位、ポンタヒラキちゃん、ポンタヒラキちゃんのことが好きなさ。4位、おばちゃん、ガンガンいなこ。あら。ひなこーん。3位、ドリンさん、トレードで当たったので、昼夜行くね、岩石を永遠。嬉しい。待ってますね。神戸でやるのも、結構久しぶりですので。多分だけど、夏のツアーぶりだと思うのでね、神戸。まあ、公演は本当にやっていないので、もういつぶりって感じなんですけど。楽しみです。にぃ、さまきさん、ファンとの一体感嬉しい、そのひなさん一生支え、切れちゃった。嬉しい、そう言ってくれて、一生支えてください。そして1位が、ドロロパパーン、ユティさん、岩石は永遠、愛する人は君だったんだ、この思いとだけ、届いたぜ。
さて明日のミーヒンの卒業公演、そして私とミーヒンの岩石ラストチャートにもありますので、なんだろう、すごいラストで寂しいけど、でもすごいね、やっぱ今までね、すごい一緒にたくさんのステージを立ってきたことは本当に楽しかったし、ずっと忘れない思い出だなって思うので、そういう思い出を振り返りつつね、ありがとうの気持ちでミーヒンを送り出せたらいいなと思いますので、明日ね来られる方も全力でコールしていただいていっぱいね、ひなちゃんにもミーヒンにも思いをぶつけていただいてはい、すごい楽しみにしておりますので、とりあえず最後トライしたけどダメだった、ああ見れなかったよーっていう人もね、思いだけは明日は届けてもらってね、よろしくお願いいたします。はい、ということで明日も楽しみにしております。ではでは、そしてね、4月20日の卒業コンサートのファンの皆さんに私へのこうメッセージを募集しておりまして、その送っていただいたメッセージは私の卒業コンサートの映像で使わさせていただきますので、ぜひぜひメッセージ書いて送ってください。応募フォームは私のこちらの左のバナーの下の方のタップするとですね、現れる、個人ファンクラブの方のところに応募フォームありますのでX とかインスタのストーリーにもね私投稿するので、そちらからでも行きますけれども、ぜひぜひお願いいたします。なるべくね早めに書いて、メッセージ書いて送ってくださると嬉しいです。映像で使われるのでね、その早めに送ってくださるととても嬉しいでございます。一緒に一緒に最後のね私の卒業コンサート作りましょう。送られたメッセージを見て私も改めてこうみんなの思いを胸にコンサート立てるのすごい嬉しいので、もう短くてもいいのでね、私に思いをぜひ書いて送ってください。はい、この後すぐ送ってくださいまあ明日でもいいんですけど、明後日でもいいんですけど、14日までなので一応それまでには送っといてください。はい、ではでは、皆さん本日もおつぴよでした。卒業コンサートもねめちゃめちゃそう力を入れて頑張っておりますので、会いに来てね、待ってます。おつぴよ。